土地収容とは、日本国憲法第29条第3項、私有財産は正当な保障のもとに、これを公共のために用いることができる。に基づき、公共の利益となる事業のように供するため、土地の所有権その他の権利を、収容委員会での審理や採決など、一連の手続きを経てその権利者の意思に関わらず、国または、 地方公共団体等に強制的に取得させる行為を言う。土地の収容は公共の利益となる事業において民法上の手段だけではその事業の目的を達成するのが困難な場合に、私人の財産権を強制的に取得するためのものであることから、土地収容法第3条、第5条、第6条及び第7条により土地収容が可能な事業を定めている。 以上の位置に掲げるものに関する事業のために書くことが、できない通路、橋、鉄道、軌道、作道、電線路、水路、池井、土石の捨て場、材料の置き場、職務上常駐を必要とする職員の詰め所または、宿舎その他の施設上記の事業のように供するため、その土地にある次の権利を消滅させ、または制限することが必要かつ相当である場合において、 これらの権利を収容し、または使用することができる。土地収容法第3条覚悟の事業のように供することが必要かつ相当である場合において、その土地の上にある立ち木、建物その他その土地に定着する物件を収容し、または使用することができる。土地収容法第3条覚悟の事業のように供することが必要かつ相当である場合において、 その土地に属する土石砂礫を収容することができる。政府が基本測量を実施するためまたは公共団体等の測量計画機関が公共測量を実施するために必要がある場合において土地、建物、樹木または工作物を収容しまたは使用することができ、収容または使用にあたっては土地収容法を適用することとしている。 日本国憲法第29条第3項において、私有財産権を公共のために用いることが正当な保障のもとに行われなければならないこととなっており、これを受けて土地収容法第6章において損失の保障に関する規定が設けられている。企業者は事業のために土地を収容し、または使用しようとするときは、国土交通省または、 都道府県知事の事業認定を受けなければならず、認定を受ける前に、国土交通省令で定める説明会等で事業の内容を利害関係を有する者に説明しなければならない。ただし、都市計画法に定める都市計画事業については、土地収容の事業の認定は不要であり、都市計画事業の認可または承認をもって事業認定に変えるものとされる。利害関係人は、 意見書を提出したり、公聴会開催請求をすることができる。認定の告示の日から認定の効力は生じる。公共用地の取得に関する特別措置法に基づき、公共の利害に特に重大な関係があり、かつ緊急に施行することを要する事業として行われる特定公共事業について、国土交通大臣による特定公共事業の認定を受けることができ。 その場合で、企業者の申請に基づき、収容委員会に対し保証の期待について審理が終了していない場合でも、仮保証金の払い渡し、または、協託を条件として、権利取得採決及び明け渡し採決をすることができる。この場合、申し立ての日から2月以内に採決をしなければならない。なお、なお審理を要すると認める事項については、さらに審理を継続し、 差額等については保障採決をする。収容委員会が緊急採決を行わない場合は、企業者からの異議申し立てに応じ、国土交通大臣が採決の代行を行う。この制度は、近年は用いられていないが、主な適用事例として1971年に、成田国際空港の建設の際の土地収容に、使用された事例がある。日本国土。 アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法により中流軍のように供するため土地等を必要とする場合に使用または収容する場合は地方防衛局長の申請に基づき 防衛大臣が土地等の使用をまたは収容の認定を行い、採決については土地収容法の規定が適用される。なお、前述した公共用地の取得に関する特別措置法に準ずる、緊急採決の制度や使用について従前から、中流軍の使用に供されていた土地について、使用を継続するにあたり期限まで、採決の審理が終わらない時の認定土地等の、 暫定使用の制度が定められている。その他、土地収容や使用について自衛隊法や消防法などの規定に基づき、保障規定が設けられている。アメリカが収国憲法においては、土地収容は修正条項第5条、何人も法の適正な手続きによらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない。何人も正当な保障なしに、私有財産を、 公共のようために徴収されることはない。および、修正条項第14条、いかなる州も法の適正な手続きなしに、個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。に基づく。なお、英語では、収容をエミネントドメインあるいはテイキングという。ありがとうございます。